宝序公安7年11月21日は、鎌倉時代中期の新言衆僧侶、摂政左大臣休条同家のご難。母は、大乗大臣、西恩寺公共の娘後、非公族で、初めて仁那寺門跡となり、僧侶として、初めて地合となる。家庭4年6月23日に12歳で出家して、京都仁那寺の道新法信能に学び、同年に、 東大寺会団員において、万分解を受ける。炎豪元年7月26日に、一心あじゃりの宣言を受け、翌27日に、受合宣言を受ける。還元元年11月28日、八大師見陰を渦し、翌年12月間論員において、同心法神脳より伝望勘定を受ける。県庁元年、 公院以外で、初めて任なじ、第十世を継承して、教説を講ずる。昭和二年門跡の地位を辞して、聖女入道新郎に譲り、お得に軍会伝院に引退。会伝受号、海田ダ室とロトコース。文明元年八月九弱法を治むす。公安七年五十八歳で自弱した。五不覚債二条の随筆、と、はずがたりに登場する、有明の月のモデルは、 聖女入道神能もしくはこの宝介ではないかと考えられている。ありがとうございます。